はい、皆さんこんにちは。ホメチャップスターズターザンの放送です。そして大賀桜です。からも宮尾です。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日は徳田真奈ちゃん。クエストっていうのがあったんで、はい、それでみんな徳田もある程度あると思うんで徳田も弾いていきたいと思います。ということでまずは、はい、大吉桜井6個、はい、6連続、まあでも6個でも結構多いかな。連続でいきましょうか。いっぱい弾ける。いっぱい2個だから。いや、こう1からの5にするわ。1からの5。あ、なるほどね。キリがいいね。刻んでいく。5からの1はできないから。早いね。1からの5。早打ち意識してるね。はい、やっぱちょっとグランプリ解説なんで自分。あったからね、やっぱ。おお、バボゾノさんの歌詞も来ましたね。実水ざらみ。実水ざらみ。今回のですねキャラ持ってないんですよね、私一つも。いや、マジで強いよ、うん、強いんですけどね。で、徳田も結構ね、出るんですよ。あ、なんか最近の傾向的に ね。前回俺ら弾いた時なんか出たよね。なんかしらお世話になってるんで、うん、ちょっと忘れたけど今回これ出ると思います。お、しかも2枚ぐらい出ると思います。おお、それは熱い。それはね、さすがに熱い。5校中の2は熱いですね、うん、多分ね、出るんですよ。徳田はすげえんだ、マジで。ほらほら、おいだよ、これめっちゃフラグ立ってたやん。はい、うん、なんか言いたいことは最後に残す言葉はありません。ナッシング。はい、じゃあ小川さん、はい、行きましょう。はい、はい、じゃあ次は小川さんが弾きます。はい、はい、俺もちょっと桜井さん真似して、うん、7個あるんですけど、うん、2連はあれしますわ。おお、はい、シングル、はい、なるほどね、刻んでいく。じゃあまず1連目、はい、行きましょう。はいはい、無だ。何が欲しいですか。何でも欲しい。俺も一体も持ってないんですよ。あー、おー、カツラ心、カツラ心だ。あー、やったもう一生大きい声出したりなんかしたりするのよ。さっさって引いたな。関係ないな、これ。やったー、カツラ来た。早っ。電撃弾一番あっちいとこじゃないですか、結局。嬉しい、あっちい。これちょっとごめんなさい、時間かけてあれなんですけど、全部単発でいきますわ。おお、足締めたから。締めましたね。カツラ強いですよ。結構最近ずっと言ってるよ。うん、俺はずっと、まあ、ムーンアルファーが好きなんで単純に使ってますね。まあ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 、フレイヤー、フレイヤー。まあまあまあ、出たかと思った。ちょっとね、大きいからね。そう、まあまあ、ちょっと大きいね、フレイヤーは。攻撃なんす。あと5回。得してるな。得してんな。やったー、嬉しい。お、得してーなー。まあ、まあ、レオニダルス、いいっすね。もうだいぶ安心感あります。あ、1個出てるからね。出てるから、うんうんうん、心の余裕がすごい、はい、もう可愛いもん、こいつも可愛いっすね。よし、たまには出てもいいよって。たまにはいいっすよ。いや、もうだってそう、グリム兄弟とかこれでゲットしてるんです、徳田まで。すげー。あー、それいいね。そうそうそう、得してるね、それ。得してる。おお、まあ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 、まあ、強いよ、強い。バキバキだな、こいつ。ちょっと筋トレしようかな。筋トレ運動したいっすね。ああ、まあいいやつ流したい。あまり運動しないからね、ちょっとやっぱそうそう、自律神経いかれるから体がおかしい。俺は運動しろっつってんじゃん。します。うん、バッキバキに。俺みたいに乗れるぞ。します。言っとるよ今。家にジム作る。それアリスさんじゃない。サスケとか出るつもり。お、まあまあまあ、かわいいかわいい、かわいい、かわいいっすね。まあ、ラスト1個、これ逆にね、うん、ラスト1個はすごい気合い入るから。これ1連続もできんじゃん。あ、1連いく。1連続1連続ってなんだよ。はい、1連続気になるわ。1連続、一連続から弾きました。一連続から弾きました。なんなんだ。エロ。あ、やっぱ言っちゃった。よく出した。おお、何これ。ケラウノス。ケラウノスだ。はいはい、光属性、闇属性キラーのやつですね。え、すごい。ニューだ、ニュー、ニューの、うん、こいつ中心化するんでね。やった。え、すごい、すごい。得してる。取りました。嬉しい。
こんなに嬉しそうなおばさんなかなかない。いやいやいや、嬉しいですよ、これは。嬉しい。ありがとうございます。拍手。いつも文句ばっかり言ってごめんなさい。ちょっとで、次は、はい、次は私が、はい、いきます。いきます。さあ、じゃあ続いては私が引きたいと思います。はい、はい。誰もね、持ってないんでね、この人たち誰もいない。誰もいない。欲しいですね。けど、ミヤボがずっと強いって言ってるから、うんうん、欲しいですよね。そうだよね。じゃあ、俺はでもちょうど10個なんで、おぉ10連でドンします。おぉ、いやでもちょ、小川さん出てるから俺座れたかもしれないわ。俺の分がどうかな。いきます。ピッ。さあ、出ろ。いや、俺結構徳玉信じてるよ、俺は。俺はね、頼むよ。止まって。得するか。止まって。10個は結構期待する個数だから。10個はマジ期待する。10個は期待するから。ほら、期待するもん。ちょっと、お願い。お願い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 。ああ、いや、得したな。ちょっとラック上がったわ。あのボルタとかのノームとかの、つらっ。じゃあ次、ミヤボです。つらい。はい、じゃあ最後はミヤボが引きます。じゃあお願いします。何個あるの、まず。多い、16個。やったか、ついに。いや、もうすごい出たんすよ。やったか。いやいや、もう得しろ。得しろって。いや、これはついに。いや、あいつが、いや、得しろって。ポロ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 でも、なんならで、俺1個引いたから。うん、17だった。ああ、そっか。はあ、それすごくね、世界記録かもよ。うん、でもさ、俺今回のキャラクターはね、カツラ2体の、うん、ムツ3体の、グラバー3体持ってるから。だから多分、うん、課金した分だけ返ってくる。課金した分だけ返ってくる、これ。あ、そういうシステム。うん、って俺は思った。なるほど、ね、いつもこんなんじゃないもん。じゃないかなって、勝手にね、うん、勝手にね。そう。じゃあ、まあその、うん、3体外れてほしいね。だから、すり抜けてなんかいい感じのやつ来てくれればなと思ってます。うんうんうん、まあまあ、でもティラノス出たしね、お母さんは。ティラノス出ましたね、お母さん。まずはちょっと6回はちょっと単発で引いてって、最後10連でビシッと。ああ、気持ちいいね。あ、学校の指揮者みたいな。指揮者やったな、合唱祭で。やった、うん、親知らず、子知らず。何それっていう曲だった。わかんない。僕のトロフィー。結構レアのチョコの気がする。僕のトロフィー。トライアンフね。はい、トライアンフ。バイクのね。はい、帰れ。メーカーにあるあれですね。あ、トライアンフ、そうっすね。そう。ドカティとかもそうだもんね。そうっすね。あ、確かに。そうそう。ドカティ、そっか、そっから来てんのか。シリーズっすね。ハーレーも多分その同列なんですよ。スズキ。ほら。スズキはもうほんと人の名前だ。スズキってみたいな、やばい。トライアンフ勝利って言うんでしょ。チューフ。チューフ。ビクトリーステージ。はい。それグローブ。すいませんでした。行かれた、コインのワレツ。それは、ショパン。すごい。まあ、カツラ2体なんで、まあ、カツラはいいかな。カツラ3体目。まあ、超3体で使うことも。揚げ物してくんね。揚げもん、揚げもん、新システム揚げもん。モンパス会員限定揚げもん。揚げもん希望なんだけど。マメロキジャック、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、まあ、俺空豆好きだしね。結構空豆が好き。枝豆より空豆派。ほんとに結構癖あるよ、うん、空豆。ほんと癖ありますかね、空豆。硬いの。でもなんか結構癖あると思います。やっぱあのいい寿司屋とかで出てくる塩茹で空豆超うまい。あ、面白いよね。さや。じゃあ腹減ってきた。腹減ってきた。豆つながりでやっぱさや出てきた。ねえ、さや出てきた。豆ね。さや、うん。そういうことか。そういうことだ。はい。分かってんじゃん。じゃあなんかつながる話してなんか。こっち側がつなげるんだよ。向こうがつなげるんだよ。そうですね。紡いでってよ。紡いでって。何の話しようかね。じゃあムーアルファ。ムーアルファ来い。絶対出ねえよ。コネンだよ、ね、うん、毒キラーだからね。おエヴァン、魔女っ子エヴァンね。魔女っ子エヴァン、はいはいはい。まあ、魔女っ子エヴァンといえばですよ、やっぱプリキュアがあんな何年も続くコンテンツになるとは思わなかった。あうん、プリキュアすごいね。今何人いんのプリキュア。いや、わかんないですけど、まあ歴代 8人ぐらいいる。いや、もっと、だから歴代ので言ったらもっといい。いや、それそう。あ、それ全部合わせたらか。うん、そろそろ100人。
もう全然ありえない話になるんだけど、なんかこの前プリキュアに、この前っつうの結構前だけど、プリキュアに昔のプリキュア出てる初代、うん、やっぱ人気なんですね、初代のめっちゃ肉弾戦強いへぇ他のは結構キラキラって感じだけど、もうバコン肉弾戦なんだそうそうそう、あ、でもそっかそっかそう、プリキュア100人とかになったらさ、うん、コラボするかな、100人記念ありえんじゃないですか、コラボみたいな、うん、ノー、はい、プリキュア出てきそう、プリキュアの敵出てきそう、うん、だからそのお邪魔女ドレミも多分3年ぐらいあったでしょ、あでその後明日のナージャが1年ぐらいでしょ、明日のナージャとか懐かしいな、それはプリキュアも10年ぐらいやってるわけよ、あすごいね、俺も年取ったわってことで10年いきます、はい、締めのここです、さあプリキュア関連のあるぞ登録モンスターローズジェネシスみたいな出てくるのか、シェイシェイ感謝して、感謝しなきゃね感謝しなきゃですから、得玉なんで、はよ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 、おお、アレナンダイト、アレナンダイト、プリキュアじゃん、はよ、おお、マジョックエヴァン、マジョックエヴァン、まだプリキュアですか、プリキュアですかいる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 、たぶんいる、うん、プリキュアにいる、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、というところで、まあ結構今回もらえたんでね、うん、皆さんのところにもいいやつきますように、ということでご視聴ありがとうございました、また次回お会いいたしましょう、バイバイ。